はい、皆様こんばんは、小村と申します。今日はですね、選べる期間限定星の魔法少女のピックアップガチャの方が5月の2日から来まして、まあ、無料ガチャも単発ですけれども1日1回引くことができるものとなっておりまして、まあ、今日はですね、まあ、このピックアップ対象となっているこの限定キャラの中で項目別におすすめキャラを選定してきました。項目といたしましては、周回とミラランと気持ち戦の3つとなります。簡単なコメントも書いてありますので、キャラの選択の参考にしていただければと思います。どこで使うか決まっていなく迷っている人は、おすすめと書いてあるキャラの中から選択していただければ、まあ、現環境では長く使えるキャラだと思いますので、その中から選んでいただければと思います。まずは通常クエストとかミラーズで活躍してくれるキャラはこちらになっております。おすすめキャラは2人いまして、まずはアニメのやっちゃんですね、まあ、同じ方向のブラストを3枚持っていまして、相手のマス9マスどこに配置されていても、まあ、特別影響がないキャラとなっております。固有アビリティに3ターンのバリアブルを持っておりまして、3ターンの間はスキルを使わなくても安定した火力を出すことができるので、まあ、ウェーブが3以内であれば大活躍してくれるキャラとなっております。では次は常闇のナギタンですね。 B の枚数としては4枚持っていまして、4枚のうち3枚が同じ方向、1枚が違う方向ですね、まあ、そのため違う方向の B が来てしまった場合は、相手のマスの配置次第では残してしまう可能性がありますけれども、影響は出にくいと思っております。でこの子の特徴といたしましては、そのままの状態でもそれなりの火力は出るんですけれども、まあ、特に瀕死時の時に攻撃を高めるアビリティをかなり多く持っておりまして、まあ、こういうスキルで自分を瀕死状態に持っていくことができるので、まあ、スキル発動後は高いダメージを出すことができます。ウェーブが多い、まあ、5ウェーブ以上ですかね、あるところでは常闇なぎたんでもいいのかなと思います。まあ、ただしスキルを発動するという部分が多少なりとも時間のロスになってしまうかもしれませんけれども、まあ、アニメのやっちゃんをそのまま使い続けるよりかは安定して周回することができるかなと思っております。では次はミラランで活躍してくれる子がこちらになっております。その中でおすすめのキャラは5人いまして、まあ、上からなんですけれども、まあ、水着窓かからですね。ミラランは C のチャージ数マックス20までポイントとして反映されまして、まあ、この子は C ドロー持ちで C3 枚踏むことによってプラス5、さらにそこにこの子は C のコンボを加算させる効果を、まあ、自分でアビリティでプラス4と専用メモリアでプラス2、そのため 5+4+2 でプラス11チャージ1人で貯めることが可能となっております。それと固有アビリティに味方全体 HP 自動回復とダメージカットを持っていまして、まあ、サポート部分としてもかなり優秀と。次は七夕八千代ですね、まあ、この子も C ドロー持ちで C の加算としては固有アビリティのプラス4のみです。そのためプラス9まで1人でチャージ数を持っていくことができます。この子はかなり火力が高くてですね、まあ、C のディスクのダメージアップ系のものもかなりこういうアビリティで持っていまして、まあ、C を踏むだけで相手をある程度殲滅することも可能なので、まあ、逆に倒しきらないようにメモリアを抜くなんていうこともしばしばあるようなキャラとなっております。では次は常闇の御霊さんですね。専用メモリアを装備することによって最初から MP を100貯めた状態でバトル開始をすることができます。まあ、現状 MP を100貯めた状態でバトル開始できるキャラはこの子だけとなっておりますので、まあ、かなり貴重なキャラとなっております。それと確定スキルクイックの固有アビリティ持ちなんですけれども、まあ、基本的に専用メモリアで、まあ、1枠取られてしまいますので、まあ、無凸の場合はこの確定スキルクイックが発動してもスキルメモリアを装備してないので、まあ、短縮することができないと。まあ、そのため最低限1凸2凸ぐらいすると、まあ、さらにこの子の本領が発揮できるかなとは思っております。次は悪魔ホムラちゃんですけれども、この子も確定スキルクイック持ちで、先ほどの常闇見たもと違って専用メモリアがどうのこうのっていう話はないので、この子は無凸でも運用可能かなとは思っております。まあ、実際私もこの子を無凸で運用しておりますので実績はあります。最近のキャラの傾向といたしまして、まあ、メモリアを積むだけで被弾なしで MP100 溜まるなんていうキャラも多々
います、まあ、そんな中でこの子の固有スキル MP 獲得量ダウンをその子に当てることによって、まあ、本来 MP100 貯まるところを MP100 貯まらせないっていうことができるキャラとなっておりますので、まあ、そういった枠としてはかなり貴重なキャラとなっております。そしてこの子は EX スキル持ちで味方全体に状態異常無効を付与できまして、無凸から2凸は1枚、貫凸だと2枚付与することができるキャラとなっております。次は水着クロエですね、まあ、この子は MP の自動回復を持っておりまして、 MP 獲得量アップのメモリアをつけることによって被弾なしで MP を100貯めることが可能となっております。相手が光属性のキャラを編成していることが多くてですね、火力メモリアですかね、アビリティのメモリアを装備できていなくても属性ランダムマギアで殲滅することが可能になっております。ではラストですね、鬼没戦で活躍してくれるキャラはこちらになっております。まあ、基本的に、まあ、属性ごとで活躍してくれるキャラは変わっておりますけれども、まあ、1体だけ、まあ、どの属性の気持ち戦が来ても活躍してくれるキャラがいまして、まあ、それがクロエちゃんですね、まあ、この子はもう属性関係なく MP 配布役として、まあ、毎度毎度活躍してくれるキャラとなっております。味方は全体 MP 回復の専用メモリアを持っております、まあ、こちらの方は使っていない方もいらっしゃいますけれども、まあ、自分は毎度毎度入れて使っております。ではおすすめキャラについてのお話は以上となります。今回おすすめしたキャラ以外の子たちも、まあ、決して使えないわけではありません。そのためキャラ的にこっちの方が好きなんだよねというふうな選択もありだと思いますので、性能以外の部分でも惹かれるものありましたらそちらの方を選択して聞いてみていただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。